俳優の柳沢慎吾と女優の中島翔子が、19日、24時チルダ、に放送される東海テレビ。フジテレビ系ドラマ、いつまでも白い羽、の第7話で、サプライズ共演を果たす。柳沢慎吾、左、と中島翔子イコール東海テレビ提供柳沢が演じる賢治は、庶民派の中華料理屋の主人。主演の新川優愛演じるルミの親友、千夏、伊藤沙莉、の父親という役どころだが、第7話。では、賢治と千夏が体制のお客がいるにもかかわらず、大声で親子喧嘩してしまう。その客の一人を演じるのが中島。柳沢と中島といえば、名作、不揃いのリンゴたち、TBS シリーズで共演し、恋人から始まって結婚、さらに夫婦で中華料理店を切り盛りするという間柄だった。そんな中島の出演は、柳沢にサプライズで決行。現場では先に中島を席に座らせ、彼女の周りを不自然にならないような形でスタッフが囲むと、そこに現れた柳沢はいつもと変わらず、明るいテンションで演技を始めた。だが、ふとした瞬間、店内を見回した柳沢が、テーブル席の一つを凝視し、と絶叫。中島の存在に気づいた柳沢は、なんで、どういうこと、と混乱しながら、その後は嬉しそうな笑顔を浮かべながら、リハーサルに臨んでいた。リハーサル終了後、柳沢は一瞬頭の中が真っ白になったと明かしつつ、中島とがっちり握手。現在、ニューヨーク在住の中島に、いつ帰国したのか、なぜこの作品に出演することになったのか、など矢継ぎ早に質問していった。一方の中島は、このサプライズ出演を成功させるため、帰国するといつもは必ず入れる柳沢への連絡を、今回は控えていたと打ち明け、このサプライズ出演が大成功だったかな、と笑顔を見せていた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。